回の裏カープの攻撃が始まります。今日は阪神の先発ピッチャーは左の吉田豊彦、今シーズン2試合目のマウンドで先発は今日が初めて。4月の3日の巨人2回戦以来、中3日でマウンドに上がります。今日は広島阪神ともに誰が先発で来るのかなと、予想が結構分かれるところでもあったんですが、広島はミンチ、阪神吉田です。吉田の場合はね、阪神の先発投手陣を見てましても、吉田しかいないのかなっていう感じだったんですよね、ただ広島の場合はまだ笹岡が全然投げてないですね、果たしてどうなのかなっていうところありましたけど、大方いろんな人に聞きましても、やっぱりミンチって声が多かったですね。そうですか、笹岡どうもなんかおかしいんじゃないかっていうね話がね、ちやほやささやかれてますけどね、さあ野村のカウントボール3つ。昨日野村3回に今シーズンの初ヒット、レフト前ヒットを記録しています。昨日は4打数の2安打、まだしかしここまで合計で15打数の2安打1割4分3厘という数字です。センターを襲いました。センターは坪井。今日の広島カープのオーダーです。今日は2番にレフトルーキー森笠が入りました。以下前田、江藤、尾形と来て、その後6番にファースト町田です。さあ木下さん、この2番レフト森笠というオーダーなんですが、新人なんですけどね、物落ちしないですよね彼はね。そうですね、オープン戦でも結果出しましたし、ただ結果を出したのは、左打席なんですね、この右打席で果たしてどうなのか、フリーバッティングの分を見ましても、右打席はちょっとなという、感じに受けたんですよね、ただ彼の精神状態ですね、全然物落ちしないですね、震えることなくやってますよね、僕ら新人の頃打席だったらね、膝が震えたり、したものですけど彼を見てるとね、そんなことないみたいですからね、楽しみです。オープン戦も終盤はずっとスタメンで起用されました。この森笠、ドラフト4位で入団、国学院久我山から関東学院大学に進んで今年カープに入団しています。大学リーグでは MVP に輝くこと3度、ベストナインに4度輝いています。これもセンターを襲いました。2アウト。その右打席と左打席という話がありましたが、スイッチヒッターということですから、もともと右で左を練習してマスターしたということになりますよね。当然そうなんでしょうけどね、ただ見てると右のバットを振る回数が少ないんじゃないかなっていう気がしますよね。あ、なるほど。どうしても左を主体にね、やってるんだなって感じします。今日一番打ってる野村健次郎も大学時代はスイッチヒッターだった。そうですね。ただ右打席のそのスイングを見ると弱いので、自分でも左に変えましたよね、左1本だけにね、昨日決勝タイムリーを放ちました前田登場。昨日は打ってもそれから守っても大活躍でした。ライトのファールフライをねダイビングしましてね、足怪我してから初めてですね、ああいうプレー見るのは。あれでみんなが奮い立ったというか、前田がそこまでやってるんだからという感じがありましたね。昨日先発して、それからお立ち台に上がりました黒田もそのこと言ってましたもんね。ああそうですか。やっぱりああいうことを、取れなくても、そういう前田がやってくれる、足の悪い前田がやったんだっていう、やっぱりピッチャーは勇気づけられますよね。そうでしょうね。昨日は4打数の2安打、打点が3、3回に決勝のタイムリーをセンターに放ち、それから7回には2点タイムリーヒット、センターオーバー放っています。これで開幕してから4試合連続ヒット中。今のは見逃せばどうでしょう、ボールですかね。当然ボールでしょうけどね、確かに4試合連続ヒットを打ってるかもしれないですけど、前田らしい当たりっていうのがね、
まだないですよね。あ、そうですか。確かにあのオープン戦の間ずっと試合に出ずに打ち込んでましたよね。その中で果たしてどうなんでしょうね。本当にその生きたボールっていうのを打ってなかったから、はい、前田の今技術でなんとかヒットは打ってるけどまだ完璧ではないなっていう感じしますよね。自打球が足に当たりましたか。まあ、広島の場合あのオープン戦で主力があんまり出てないですよね、はい、ほとんどぶっつけ本番になってしまう。それでその主力たちの体の具合のこともありましたし ね、 そうですね。果たしてそれで大丈夫なのかなってあったんですよね、はい、僕が一番心配だったのは野村健次郎と尾形なんですね。ほうほう。彼たちは本当にゲームに出ながら調整していくタイプ、はい、だからゲームに出て初めてその生きたボールを打ちながらそのゲームの感を養いながら調子を上げていくタイプだったんですね、で野村がずっと3試合ヒット出なかった、はい、まあ、幸運にもあの尾形はね、結果を出しましたから、はい、まあ、尾形は良しとしてるでしょうけど前田、江藤、金本、まあ、金本の場合出てましたけどね、野村がなかなか上がっていかない。そうですね、で江藤ももう一つかなという感じしましたしね、はい、さあ前田の状態なんですが今ようやく立ち上がりました。まだかなり足引きずっています。ちょうど甲のあたりですから痛いですよね、はい、あそこはね、まあ、あまりこう肉のない部分ですからね。まだ打席には戻れません。一旦ダックアウトに下がりますね。トレーナーも下がりましたので大丈夫かと思ったんですが、さあちょっとこれは大変なことになってきました。最初打った瞬間は、まあ、そんなにしゃがみ込むというところまで行きませんでしたので大丈夫かなと思ったんですが、結局一旦ダックアウトに下がります。ね、その痛みというのは本人じゃないとわからないしね、はい、これ甲に直撃でしょう、あ、そうですね、ちょうどあの骨のところじゃないですか、はい、木下さんはここの部分というのは当たったことありますか。いや僕はこの部分はないですね、あの親指とかその辺はありますけどね、ちょっと心配です ね、 そうですね、これね、何事もなければいいんですけどね、はい、まあ、こうしてベンチの表情を見ているとそんなに悪いことはないのかなというような感じも見受けられるんですが、まあ、おそらく今痛み止めのスプレーもかけ、まあ、いろいろこう冷やしたりそういうことをしているんだと思うんですが、ただ本当に本人しかわからないですからね、そうですよね、その痛みというのはね、はい、ちょっとあの VTR で見た感じではちょっとね、はい、何もなければいいなっていう感じですけどね、はい、野村監督にしてみると、まあ、今日実はブロワーズがちょっと家族の健康状態が悪いということもありまして急遽アメリカに帰ってしまいました。したがって4番不在で今日のゲームを迎えています。まあ、うちが4番いないんだからみたいな風なことを思っているかどうか分かりませんが、タイガースの今日のオーダーです。ご覧のようにブロワーズの名前はありません。今日アメリカに帰国しました。3番に平塚が入って4番にジョンソンです。そして守備位置では和田がサードに入ってセカンドには星野が入っています。阪神にとってみても今日のこのブロワーズの離脱というのは思ってもみなかったことですからね。そうですね、大きいでしょうね、はい、昨日のねそのブロワーズジョンソンと並んでるその電光掲示板見たら、あ、やっと阪神にも芯ができたなっていう感じしたんですよ ね、 そうですね。ただ今日のこうやって見るとブロワーズ一人がいないとなんか芯が、あ、細いなっていう感じしますよね、やっぱり打線の中で考えていくと本当にそこの4番に持っていけばなんとか点になるんだ、だからそこまでにその自分たちの役割ですよね、はい、1番が出て2番が送りで3番がまあヒットを打てば一番いいんでしょうけど、はい、で4番になんとか持っていけば点数になるんだっていうのが昨日の打線ではあったんですよね、はい、ただ今日見るとその調子のいい今岡を6番に下げて、まあ、平塚ももちろん調子いいんですけどね、はい、そのクリーンアップをだけを見ると、あ、今日はちょっと線が細いなって感じしますよね、
さあちょっと今ゲームがまだ再開する気配がありません。前田が自打球を右足の甲に当てまして、まあ、その怪我の治療のために下がったまままだ姿を見ることができません。まあ、広島カープも開幕3連敗でしたが昨日いい形で勝ちました。これで一つきっかけをつかんでいい形でまた勝ち星を増やしていって早く借金返したいというところなんですが、これこの前田の足の状態というのがもし何かありますと ね、また嫌な雰囲気が出ますからね、それでなくともみんなね故障がちなのでね。そうなんですよね、まあ、オープン戦も結局最後までなかなか顔を見せませんでした前田。辰川監督は結局あどうでしょう今、あ今これ金本ですね、あどうやら変えるんですかね、今代打を告げたんですかどうなんでしょう。金本が実は今日は広島カープスタメンから外れています。今日は2番にレフト森笠を入れてきました。どうやら前田が試合続行不可能なようです。バッター金本、うん、これはちょっと痛いですね。バッターは金本背番号10、まあ、今日はカープオーダー2番にレフト森笠を入れて金本をベンチに下げました。しかし金本がゲームに戻ってきましたがその分前田がベンチに下がってしまうということになってしまいました。まあ、足の状態これどのぐらいなのか分かりませんが、ね、骨に異常はなければいいですけどね、はい、そうですよ ね、それを祈るしかありません。ゲーム再開です。代打金本がツーストライクワンボールというカウントで代打に出ました。現在は2アウトランナーなしカウント 2-2 という場面です。金本は開幕してからヒットわずかに1本です。15打数の1安打、まあ、この金本自身の調子も非常に気になるんですが、まあ、あの金本も去年右手だったですかね、あ左手ですね、はい、左手 の親指の付け根のあたりの靭帯ですよね、痛めてます、はい、それがずっと今年の春まで引きずってましたね、はい、それがちょっと心配なんですね。そして彼が本当に打ち込んで打ち込んでここまで来てないだけにちょっと心配なんですね、はい、見逃し三振3アウト。1回の裏広島カープの攻撃、前田の途中リタイアというアクシデントがありました。結局三者凡退で攻撃終了です。ようやく1回が終わりました。さあそれではスタジオにいる金永みのりさん、はいこんばんは、金永みのりです。昨日は今シーズン初の地元開幕戦、念願の1勝を決めました。今日もぜひ打って走って守って2連勝といきたいところです。まずはその広島市民球場の広島対阪神の試合は現在1回裏を終了して両チーム無得点です。ピッチャーは広島がミンチ、阪神は吉田豊彦となっています。続きまして気になるセリーグ他球場の経過をお伝えしましょう。名古屋ドームの中日対横浜の試合は現在1回を終了して横浜無得点です。ピッチャーは中日がサムソン、横浜が野村となっています。続いて神宮球場のヤクルト対巨人の試合は現在2回の表巨人攻撃中で両チーム無得点です。ピッチャーはヤクルトが川崎、巨人が入木優作となっています。さてカープですが今年の合言葉は Yes, we can、 俺たちはやれるです。昨日はまさにその言葉通り選手一人一人の気迫がプレーに現れた試合でした。全員野球が実っての嬉しい初白星、辰川監督もね大変喜んでいたそうです。今日もね一丸野球で頑張ってほしいですね。そして明日なき戦い1回1回をね大切にしてテレビの皆さんも一生懸命応援してくださいね。さあそれではこの後も朝日スーパードライを飲みながら RCC ナイター中継をご覧ください。以上朝日スーパードライナイター情報でした。カープ頑張って。